若漢英雄画伝より、義経弁慶と五条の橋で戦う五条大橋での戦いを描いた江戸時代の浮世絵武蔵坊弁慶は、平安時代末期の総集。源の義経の老頭義経期では、熊野別当の子で、紀の国出身だと言われるが、詳細は不明。元は、比叡山の僧で武術を好み、五条の大橋で義経と出会って、以来、老刀として、 彼に最後まで使えたとされる。講談などでは、吉経に使える、怪力無双の荒帽子として名高く、他創作の世界でも、吉経と並んで主役格の人気があり、怪力のものや、豪傑の代名詞としても広く用いられている。口述のような、広く知られる、弁慶の生涯は、吉経記をはじめとした、後世に成立した創作をもとにしたもので、 当時の文献においては、あずかがみ文治元年11月3日上に、前中正寺実のる、次重義成、義り、よ道母帝、一条大倉協調、重げ伊豆江門城章友好、堀あ太郎影光。佐藤四郎平営中心、伊勢三郎義盛。片岡八郎広史へ、弁慶防止家装10、騎の勢い200機かうンヌ 11月6日上に、総重予習の役らわずか4人。いわゆる伊豆衛門上。堀屋太郎。武蔵坊、弁慶並び少女、自死ず、一人なり。と、吉常郎党の一人として、名が記されているのみである。これは、平家物語においても同様で、いずれも、出自や業績最後等については全く触れられていない。あずまほか、 極葉によると、都落ちの後、周辺に潜伏する義経を、比叡山の悪僧らが被護しており、その中の年明という僧は、義経を欧州まで案内したとされる。また、文治5年1月13日には、義経が刑に帰る意思を書いた手紙を持った、比叡山の悪僧、先行坊七郎が、北条寺邸に捕獲されている。この七郎は、 アズ鏡文治4年8月17日上によれば、悪徒浪人を集めて、悪行を働いたトがでを尋ね者になっていた、僧侶とされている。これら義経を庇護した複数の比叡山悪僧の、諸行が集められ、誇張されて、公術の武蔵志望、弁慶の伝説が構成されたのではないかとする説がある。熊野別当が、二大納言の姫を強奪して生ませたと、される。 母の体内に18ヶ月いて、生まれた時には二3歳児の体つきで、髪は肩を隠すほど伸び、奥歯も前歯も生え揃っていたという。父はこれは鬼子だとして、殺そうとしたが、おばに引き取られて鬼若と命名され、刑で育てられた。鬼若は、比叡山に入れられるが弁学をせず、乱暴が過ぎて追い出されてしまう。鬼若は自ら提発して、武蔵棒弁慶と名乗る。 その後、四国から、針馬国へ行くが、そこでも、老石を繰り返して、針馬の遠鏡寺の道頭を炎上させてしまう。やがて、弁慶は計で千本の太刀を奪おうと心に誓う。弁慶は、道行く人を襲い、通りかかった縦脇の武者と決闘して999本まで集めたが、あと一本というところで、五条大橋で笛を吹きつつ、通りすがる義経と出会う。 弁慶は義経が腰に帯びた、見事な立ちに目を留め、立ちをかけて挑みかかるが、乱冠を飛び交う、身軽な義経にかなわず、帰り討ちにあった。弁慶は降参してそれ以来、義経の家来となった。この決闘は、後世の創作で、当時五条大橋は、まだなく、決闘の場所も、義経期では五条の大橋ではなく堀川工事から、清水観音での出来事とされている。 また現在の松原通が、当時の、五条通りであり、また、旧五条通り西の東院に五条天神社が存在し、そこに架かる橋であったとも言われている。決闘の場所を五条大橋とするのは、明治のとぎ話作家、岩谷さざ波の書いた、日本昔話によるもので、尋常小学商家の牛若丸もこれに従っている。 千本の太刀を、あと一本で奪い損ねる話は、仏教偶話に、同様の話が存在する。その後、弁慶は、義経の忠実な家来として活躍し、平家討伐に巧妙を立てる。兄の源の頼朝と対立した義経が芸を、落ちるのに同行。山伏に姿を変えた苦難の逃避行で、弁慶は、地望と怪力で、義経一行を助ける。 一行は、加賀国安宅の席で、冨樫助、歌舞伎の肝人帳では、冨樫さえもん。冨樫安家に否定されるに見とがめられる。弁慶は、偽の肝人帳を読み上げ、疑われた義経を、自らの混合杖で打ち据える。冨樫は、弁慶の嘘を見破りながら、その心情を思って、あえて騙されたふりをして通し、義経一行は、無事に席を越える。 義経一行は、欧州平泉にたどり着き、藤原秀平のもとへ身を寄せる。だが秀平が死ぬと、この藤原康平は頼朝による再三の圧力に、屈指父の遺言を破り、義経主従を衣川間に襲った。多数の敵性を相手に弁慶は、義経を守って、銅の入り口に立って、なぎなたを振るって、古軍奮闘をするも、 雨のような敵の矢を体に受けて立ったまま絶命し、その最後は、弁慶の立王女と後世に語り継がれた。なお、義経主従は、衣川間では死なず、平泉を脱して、蝦夷地へ、あるいは西国に逃れたとする、いわゆる、義経北港伝説にも、弁慶に関するエピソードは数多く登場する。弁慶は、猿楽、脳の、畑やそれを歌舞伎化した、 肝心町でも主役を張っている。義経が頼朝と不仲になり、都落ちして、欧州藤原氏のもとに身を寄せることになった。途上、義経一行は山伏に噴して、あたけの関を越えようとした。ところが、一行は、関森の尖に見とがめられる。これを、弁慶は、奈良の東大寺再建のため諸国を回り、肝心を募る山伏である。と答え、 戸賀氏は、肝心帳を出せと詰め寄る。元より一行は、そのようなものを持ってはいなかった。しかし、弁慶は起点を聞かせ、もともと寺で、修行経験もあったことも幸いして、持ち合わせの巻物を広げ、朗々と読み上げていく。この起点によって無事席を越えられそうにはなった。しかし、一行の中に常に傘で顔を覆っていて不自然な。 行動をする者が義経に非常に似ているとトガシの部下が言い出したため、なお一層疑われてしまう。だが、そこでも弁慶は起点を聞かせ、今度は手に持っていた杖で、お前が義経に似ているために、あらぬ疑いをかけられてしまったではないか。と罵りながら主君である義経を何度も何度も、殴った。いくら何でも杖で主君をぶつ者はこの世にいるはずがない。 席の者たちにそう思わせることに成功し、一行は無事に席を越えることができた。そして、弁慶は無事席を越えられた後、主を殴ったことについて、義経に泣きながら謝った。という筋である。以上の内容は、歌舞伎演目案内を参照。五条の橋での吉爪との戦いを扱った、橋弁慶という能や、吉爪の西国落ちの童貞を扱った。 船弁慶という猿学、脳にもなっている。また、吉爪を主人公とした、吉爪千本桜などの歌舞伎にも、主要人物の一人として登場する。弁慶の立往生を表した、菊人形弁慶は、古くから、豪傑や、怪力の代名詞として用いられており、それにちなんだ、様々な言葉がある。和歌山県田辺市は、 弁慶の生誕地であると観光資料などに記しており、毎年10月第1金曜土曜日に弁慶誕生の地にちなんだ弁慶祭りを開催している。死亡土地である岩手県平泉町と1982年に姉妹都市提携を締結。近年では世界遺産、平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、 を抱える自治体としての交流も盛んになっている。ありがとうございます。